頭痛薬を使い続けると頭痛は悪化します。根本改善のためにこのエクササイズを行ってください。こんにちは。頭痛首こり肩こり専門整体院セラピリオの院長鈴木隼人です。いつも高評価とコメントありがとうございます。今回は1日たった1分40年ものの慢性頭痛も改善した方法というテーマでお話ししていきたいと思います。この方法は当院に来られた60代の女性患者様が40年間毎日頭痛薬を飲んで手放せない生活を1ヶ月で完全に頭痛が改善し、慢性的な首肩肩こりもすっきり解消、副作用による体のだるさも消えて元気が出た、人生が明るくなったと言っていただけたとっておきの方法です。もしあなたもこれ以上頭痛薬に頼りたくない、生活を頭痛で代替されるのはもううんざりだと思っていたら、この動画は人生を変える動画になるかもしれません。ぜひ最後までご覧になってください。単刀直入に言います。あなたも含め慢性頭痛のほとんどは首が不健康なのが原因です。なので今から首の不健康度をチェックしていきます。腰や背中を反らさずに首だけで上を向いてください。この時顔の面と天井の面が水平にならない、後ろ側に詰まり痛みを感じる方、この方の首は頭痛になりやすい大変不健康な状態にあります。今動画を見ているあなたはどうでしょうか。多くの方は頭痛が起きやすい不健康首だったのではないでしょうか。首が硬い不健康な状態だと頭部へ流れる血管やリンパも阻害されるので、将来さらに頭痛が悪化することはもちろん、慢性的な首こり肩こりに悩まされたり、めまい、吐き気、自律神経失調症まで引き起こしてしまいます。また顔に老廃物がたまり、シワが増え、むくみやたるみ、クマの消えない実年齢よりも老けた顔に見られてしまうんです。たった今自分が頭痛の起きやすい状態だと分かったあなた、そんなあなたでも大丈夫。今回はそんなあなたのためのスペシャル動画。実際に今回お伝えする方法は臨床歴11年延べ3万人以上の頭痛患者様を見させていただいた私の経験の中でも特に効果の高いものを厳選。しかも1日たった1分、冒頭で紹介した40年ものの頭痛の女性の方以外にもたくさんの患者様から一発で頭痛が消えた、吐くほど辛かった片頭痛が治った、首の痛みや頭の重さが消えすっきりした、このようにたくさんの方が実際に効果を実感し高評価をいただいた特別な方法になります。これまで頭痛に生活を振り回され続け、マッサージに通っても結局その場しのぎしかならなかった、いつまでも薬に頼る生活に不安を感じている、そんなあなたも今回ご紹介するエクササイズで頭痛のないクリアで健やかな生活を取り戻してください。それではお待たせいたしました。早速実践していきましょう。はい、それではエクササイズの方をやっていきましょう。今回狙う筋肉は頭腕上筋という筋肉になります。この筋肉が硬いせいで頭痛が起きたり、上を向いた時に首の後ろに詰まり感、痛みを感じてしまうことになります。しっかりとほぐしていきましょう。ではまず手をこういう形にしていただいて首の後ろに当てます。この状態で10秒間首の後ろをまんべんなくほぐしてあげてください。軽くつまむぐらいで大丈夫です。これは整体の世界でいう前十年という主義になります。整体を行う前の準備運動的なものだと思ってください。10秒間ほぐし終わったら次にやっていきましょう。はい、今度は耳たぶの後ろのゴリゴリした骨を触ってください。ここに小指を当てていきます。この状態で斜め下に指を3本下ろしていってください。そのまま保持します。反対も同じようにやってみましょう。耳たぶの後ろのゴリゴリした部分を触ってそこに小指を当てていただき、斜め下に指を3本下ろして保持します。これで今頭腕上筋を触れている状態になりますので、このまま顎を引きながら指を前にグッと押してみてください。10秒やってみましょう。顎を引きながら押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1回力を緩めましょう。少し効きが悪かったら前後左右に1センチ2センチずらしてみて、ここが効くなっていう部分を探して弾してみてください。もう1回やっていきましょう。顎を引きながら指を前にぐーっと押してみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1回離します。今度は先ほどよりもさらに下の方に指を下ろしてみてください。ここが頭腕上筋の下半分のところになります。ここも同じように首を引きながら前にぐーっと押し込んでみてください。10秒やりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、緩めます。もう一度やってみましょう。顎を引きながら指を前にぐーっと押し込みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、緩めます。はい、これでストレッチ完了です。はい、お疲れ様でした。最初と同じチェックをしてみましょう。背中や腰を反らさずに首だけで上を向いてみてください。さっきよりも上に向くのが楽になっていると思います。
これで不健康だった首に新鮮な血液が循環して頭痛が起きにくく老廃物が流れやすい状態になったということです。健康の最大の秘訣は毎日続けることです。あなたも今回のエクササイズをしっかり実践して頭痛知らずの体を手に入れてください。本日もここまでご覧になっていただき本当にありがとうございます。そんなあなたの高評価、チャンネル登録、コメントが私にとって最大の活力になります。ぜひよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんしっかりと毎日続けてやってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。